ランドの定義は何かっていうと信頼性。クローゼットの中にあるものを全て使いこなしている人はいないな。心に一番近い環境って洋服なんじゃないかなって思ったんですよ。今回ね、企画書自体はお送り差し上げてるかと思うんですけども、いただいてます。感想をお伺いしたいなと、企画自体の、はい、私ではきっと思いつかなかったような企画だったので、面白いなと思って、本当にもし通らなくてもどっかに持っていきたいなってそうですね、そういう活用の仕方はぜひしていただいても大丈夫です。素晴らしい企画、ありがとうございます。ただ僕らも正直そのファッションの専門家っていうわけではないので、まあ、今回その40歳以上っていうところでブランドの形が変わっていくよっていう部分、まあ、意図的にそういうムーブメントを起こそうよみたいなの根底にあるはあるんですけども、なんか感触としてはどうかなと、専門家の目から見てそういうムーブメントを起こせそうかな、どうなんだろう。今、うん、私がスタイリスト41年で、はい、ファッションってすごいカルチャーなので時代の象徴なんですね。今やっぱり SDGs じゃないですか、はい、ファッション業界もサスティナブルっていう方にどんどん行っていて、うん、もうそういう企業じゃないと逆にビジネスできないっていう風に、うん、例えば車で言えばテスラみたいなのの株価が上がってますよね、はい、うん、ファッション業界もやっぱり地球環境のことを考えてビジネスしていかないと成り立たないような状況ではあるんですね、うん、今オンエアしてるんですがジャパンサーチっていう、うん、インターネットで日本のことを世界に発信するっていうサイトがあるんですけど、はい、もう森英美さんっていうもともと映画監督なんですが、はい、彼女に呼ばれて、まあ、私ちょっとヘアメイクでお手伝いしたんですが、うん、環境省の方と、うん、あと今世界の地球の環境の問題をやっていらっしゃる京都大学の教授と、うん、エイミーさんとのお話の中でも、はい、1年前と全く違っていて、1年前はまだ SDGs なんていう言葉がまだ浸透していなかったんですが、うん、あれから1年経って去年のクリスマスも同じ番組をオンエアしていて、今までいくと地球環境本当にもう2050年までにはなくなっちゃうよみたいなこと言ってたんですけど、うん、企業がそこに今賛同してきてビジネスをそっちの方に全部移行してきているので、うん、企業がもうそこを着手したっていうことは私たち一般市民の消費者まで降りてくる時間のスピードもすごく速くなったと思うんですよね、うん、私毎年ファッションエキスポに行ってるんですけど、はい、ファッションエキスポももう本当去年よりも今年一昨年よりも今年っていうぐらい地球環境のことを考えた方向性に全て向かっているので、だから私はそのサスティナブルっていう意味で言うと、うん、私たちスタイリストが提案できる SDGs 12項目の作る責任、使う責任、そこをやっぱり推奨していきたくって、うん、そういうブランドをご紹介して選ぶ力をつけて着るを楽しんで自己表現するっていう、選ぶっていう力をつけようっていうことを話しているので、うん、そういう意味で言うと、うん、そのブランドの定義は何かっていうと、はい、それは信頼性、今まで築き上げてきた信頼感があるからブランドというものになっているので、うんやっぱり100年続くっていうブランドの裏側にはきちんとものを作っているっていう責任が伴っている、うん、ただ単にブランドを紹介するのではなくて、うん、その背景にあるストーリーとか、うん、ものづくりの本質とか、うん、そういうことを提案していって、それをやっぱりファッションだから楽しくっていうこととつなぎ合わせていくだったら私は面白いかなと思います。じゃあ結構そのブランドストーリーみたいなのを注目していくみたいな、あとは物を大切に作っていくっていう姿勢がやっぱりブランドはすごい素晴らしいので、うん、例えばエルメスのスカーフをおばあちゃんが買いました、では娘さんが使って今お孫さんが使っている、うん、でも染め直し側とかをちゃんとしてくれるので、うん、それは今でも使えるものだし、うんうん、そうやって代々受け継がれていくっていう、うん、そこにもやっぱりロマンがあると思うんですよね。はい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 、そういうものと、うん、その今のものをどううまくミックスして使っていくかっていう辺の提案とかもできたら楽しいななんて思います。
結構その辺のネタは沢木さん自身も語れそうな感じではありますか？私うちの協会はもう2018年でファストファッションの時代が終わり、でもうサステナブルに移行するなっていうのを感じていたので、はいはいはい、それはもう実際にお客さんのご自宅に伺ってクローゼットカウンセリングっていうのをするんですね。やっぱり同じものがたくさん あるとか、それを全部使っていないとか、はい、うんうん、そういうところから、あ、クローゼットの中にあるものを全て使いこなしている人はいないなっていうところから、物って余ってるんじゃないかなっていうところを調べたら、うん、やっぱりその廃棄されているものが作っている生産量の半分を占めていると、うん、でまあ、そういうところから、それって地球環境にはとてもよろしくないことですし、うん、お洋服は結局腐らないので消去処分しかされないんですね。はいはいはい。っていうことは大量の CO2 を放出するので、うん、でこれもやっぱり環境にはよろしくないと。で今現状どうなっているかっていうと、もう着なくなったお洋服を後進国に送っていると、うん、そうするともう後進国でもそれをどうしていいかわからない状態になっていて、うん、もう引き取らないっていうことに決まってしまったんですね。でパリ協定だとパリは消去処分はしないっていうふうに決めてしまったので、とにかくもう在庫っていうものをどうしようかっていうところに来ていて、結局その背景にあるのは、うん、物を大量に作って大量に生産してで売るっていうその仕組みが間違っていたんじゃないかと、うん、っていうところから来ているので、うちは2019年に、まあ、サスティナブルファッション提案としてエコ T シャツアート展っていうのを唐子浜海岸で開催したんですね、うんうん、それはあの 100% リサイクル、1枚の T シャツから1枚の T シャツが出来上がる。おそれはあの日本環境設計ってい もう多分世界一だと思うんですけど、リサイクルの仕組みを持ってる、うん、ケミカルリサイクルっていうんですけど、うんうん、でそういうところと提携して、うん、これからは R ってつくのがやっぱりリユース、リサイクル、リメイク、リデュースっていう、はい、うん、そこからサスティナブルに移行するので、そういうことを、うん、2019年からうちは提案してイベントをやっているので、うん、まあ、その辺からやっぱりそのブランドっていうお店をどうやって選んでいくかとか、はいはいはい、そしてそのお洋服をどういうふうに選ぶのかっていうところも提案しているので、うん、リサイクルイコールこうファッション性がないとそれはやっぱりつまらないので、うんうん、今もう例えばステラ・マッカートニーなんていうブランドではそのサスティナブルなものを作ってるんだけど売れてるっていうところにもつながっているし、アウトドアブランドのパタゴニアとかビークスとか、あともうナイキとかアディダスとかもそうなんですけど、うん、そういうところももう全部そっちに移行しているので、ただあのやっぱり消費者の方はまだまだそういうことを知らないので、やっぱりそのものを選ぶっていう背景を考えてもらって、うん、ものを選ぶっていう選び方を一緒に提案できていけたらすごく嬉しいななんていうふうに思います。うん、いいですねそれは。っていうのと、あとやっぱりそんな本が今まだ出ていないんじゃないかなっていう。そうですね、ムーブメントとしては起きてるのにまだ本が追いついてないっていう感じですかね、うん、小中学校、要するに子どもたちの方がよっぽど知ってるんですよね。そうですね、はいはいはい、学校の授業でもね取り上げられていますし、うんうん、はい、マイクロプラスティックストーリーっていう映画ご存知ですか？うん、いや存じ上げないです。これはねニューヨークのブルックリンで、はい、小学校5年生の子どもたちが、うん、監督は日本の女性なんですね、日本人で、はいはい、私たちと同世代なんですけど、うんうん、マイクロプラスチックってすごい問題になっているところを取り上げて、はい、子どもたちが自由研究でどんどん研究してそれを大人がサポートして地球環境問題に取り組んでいくっていう映画がもう数々のドキュメンタリー賞を取って、うん、で吹き替え版が今あのちょうどクリスマスから、京都と東京は吉祥寺でオンエアされてるんです、うん、でそこにもやっぱりお洋服の問題が出てきていて、うん、はいはいはい、例えばポリエステルのものを選択するとマイクロファイバーっていう本当に小さな小さなマイクロプラスチックがたくさん出るんですね、はあはあ、でそれが海に流れると、うん、それをお魚が餌だと思って食べてしまって、はいはいはい、栄養にはならないから死んでしまうんですよ。このままで2050年には生物は絶滅してしまう、それを作ったのも人間だし、うん、でそれをうまく処分できなかった責任も人間にはあるし、はい、洋服ってやっぱり素材でできているので、うん、地球環境に優しい素材っていうのも今たくさん出ていますし、うん、はい、それはあの本当ブランドさんも取り上げてますし、う
そういうことも含めたら嬉しいななんていうふうに思います。実際、ね、先ほどファストファッションが終わりというふうな話出ましたけども、まあ、例えばユニクロ、まあ、ファストファッションのもう走りというかファストファッションでのし上がっていまだにまあドーンとやってますけども、ね、ユニクロさんってファストファッションって思われてるんですけど、はい、定義が違って、はい、ファストファッションの定義は、うん、今売れているものを今すぐ作り大量生産なんですね、はいはい、でもユニクロさんって定番のアイテムを作ってるじゃないですか、うん、はい、だからあの流行だけを考えてはいるわけではないんですね。うん、あのライフウェアなんておっしゃっていて、その生活に基づいたお洋服を作ってるので、あの世界1位なんですよ売上だ、はい、まあ、しかもちょっと後出しじゃんけん的なところはあったんですけど、はい、リサイクルも始めているので、うん、ヒートテックのリサイクルとか始めて、はい、世界規模で大きいのでプロさんが着手すると一気にやっぱりリサイクルにもみんな着眼してどんどん伸びるんですね、うん、だから私はユニクロさんがやったことによって、うん、これはみんなの意識が変わるからいいかなと思ってます、まあ、ユニクロ自体も取り組み始めたと。結構最近ですか、そのリサイクル、まあ、最近というかもう結構1年ぐらい前からやってるんですけど、企業としてはちょっと遅かったんですけど、ただやっぱりそのもうユニクロが動き始めたっていうことは、これを逆に言うとみんな他のファッションブランドもいややらなきゃってダメだなって思ってくれたので、今回収ボックスなんていうのがねユニクロさんの中にもありますしね、うん、ありますよね。コロナが始まる2年前にヨーロッパに視察に行ったんですね、はい、やっぱりヨーロッパの方がサスティナブルにはすごくいち早く着目していたので、うんうん、でヨーロッパのブランドもやっぱりもう今の、うん、今日本でやってるようなことを2年前にもヨーロッパではしているので、うん、これからもますますそっちの方向に行くと私は思っています。結構あれですか、そのハイブランドが、まあ、作っているこう商品っていうのはあのそういうサスティナブルにもともとなってるものなんですか、それとも SDGs がこう盛り上がってきた時にそういうふうにしていったっていう感じなんですか。もともとそのサスティナブルの定義って広いんですよね、はい、だからこれから物を作る段階だと土に還る素材とか、はい、そういうものを開発してますけど、はい、今あるもの地上資源ですよね、うん、それって、うんうん、あの地上資源をどうするかっていうところで、もうゴミだと考えてしまうと環境に負荷がかかる。でもこれをリサイクル、また新しいものを1枚から1枚を作り出すっていう風にリサイクルとして考えると地上資源が回っていくので、地下資源の紛争で戦争とか起こりますよね、はい、自由なものだと、うんうん、だからやっぱり平和っていうことにもつながっていくんですよね、はいはい、今あるものは地上資源で考える、うん、まあ、そのファストファッションだと結局どこに負荷がかかるかっていうと制作工程に負荷をかけるじゃないですか、うん、安く作ってくれる国に、うん、私たち日本人は発注しますよね、うん、それが中国だったりベトナムだったり、はい、でこれが2015年にダッカっていうところで、うん、ファストファッションの裏側って言って、うん、トゥルーコストファッションっていうドキュメンタリー映画が放映されて、はい、安いものを大量に作るにはそれだけ負荷がかかっていますよっていう、うん、そのもう廃墟ビルのようなところでみんなが作業していて、はい、うん、そこが潰れてしまって資産を多く出したっていう映画が、はい、それでまあ意識が変わったんですけど、はい、結局安いコストで作るにはそういう負荷をかけていて、うん、すごく苛烈な環境の中で作られているっていうことが知れ渡ったので、はい、でブランドものっていうのは確かにお値段は高いですけど、はい、例えばエルメスなんていうのは自分のところの工場をしっかり持っていて、要するに自分の国で、うん、と作って、うん、で最後まで売って終わりではなくって、うん、売り終わってもまたそれを修理したりとか、うん、最後まで責任を持つじゃないですか、うんうん、結局そこだと思うんですよね、はい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 、売りって、うん、でそういう意味で言うとブランドはただ高いだけではない、はい、うん、そこに価値がきちんとついてるってことなんですよね、うん、物を大切に使ってずっと長く使って、うん、やっぱりそれだけお金を使うっていうことは私たち買う側の意識もちゃんと使おうって思うじゃないですか、うん、はい、だからなんか安いものを買って乱雑にこうなんか捨てていくっていう感覚ではないのでね、うん、
で、そういうところで言うとブランドは私は究極のサステナブルだなっていうふうには思っています。確かにそうですね。やっぱりエルメスの商品とか買ったら、まあ使い倒すじゃないですけどね、着こなしてこういろんな場面で使っていくっていう形でやれた方がいいですもんね、絶対ね。僕自身もそう思いますし、うん、例えばうちはスカーフストールに特化したスカーフストールスタイリストっていうコンテンツがあるんですけど、はい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 、たった1枚のスカーフで100通りのアレンジができるんですね。これってやっぱり物を最大限に活用するっていうアレンジの仕方だけで、例えばすごいスポーティーな感じにもなるし、フェミニンにもエレガントな感じにもなるし、はい、ことと物の両提案だから、お洋服はただ単に着るのではなくて着こなしていただきたいので、はいはい、じゃあ着こなすにはどんなことを気をつければいいか、やっぱりそこには似合うっていうものも大切だし、好きっていう気持ちも大切だし、はい、うんうん、あとどんな風に見られるかっていう戦略的なことも大切だし、はい、うん、そこをよく考えて物選びをすると、まず失敗はないですね。確かに結構沢木さん40年ですよね、はい、そのファッションの世界とかスタイリストとして一番最初のきっかけって何だったんですか？その一番最初はですね、うん、本当に幼稚園の時にシンデレラっていう本を読んで、はい、でその本に魔法使いが出てくるじゃないですか、はいはい、でシンデレラより一瞬にしてシンデレラをお姫様にした魔法使いがすごいなって思ったんですね。うん、でずっと小さい頃から魔法使いになりたいなと思っていて、はい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 、そしたら小学校の同級生が中学生になってスカウトされたんですよ、タレント、はい、はいはい、で一緒に撮影スタジオに行った時に、うん、制服を着ていた中学生の女の子が綺麗な、まあ、まるでドレスのようなお洋服を着てヘアメイクをして、うん、撮影されている姿を見て、うん、シンデレラだなって思ったんですよ。でそれを要するにシンデレラにする側、うんうん、スタイリストとかヘアメイク、まあ、まだ本当はねスタイリストっていうものがあんまり確立されていなかったんですけど、でもそういう人たちが魔法使いに見えて、うん、はいはい、これが私の職業だなって中学生の時に思ったんです。あ、結構早いですね。そうですね、もうでそのままもうずそれを目指して、そうですそうです、それで、まあ、みんなが大学受験の受験勉強してる時に、はい、私は、まあ、ストレートの学校に行っていたので、はい、ヘアメイクの学校に行って、うん、うん、でヘアメイクの資格を取ったり、うん、で学校卒業すると同時に今のように読者モデルっていうすごい流行ってたんですよ、はいはいはい、ありましたね、うん、はい、で一般の方をねモデルさんみたいに見せるっていうコマーシャルとかが流行っていて、はいはい、それで私女子校にいたので、綺麗な子にオーディションに行ってもらうようなアルバイトをしていて、はい、その頃スタイリストがまだキャスティングをしていたんですね、私たちの頃は、うんうん、今はキャスティングとスタイリストって分かれてるんですけど、はい、だから最初はねキャスティングのアルバイトからスタイリストになりました。へー、キャスティングっていうのは、まあ、例えばじゃあ今度シャンプーのコマーシャルがあります、はい、じゃあ髪の綺麗な女の子をオーディションを組んで、はい、でそこから選ばれるっていう、あーは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 は、キャスティング、それを手配する側の方っていうことですね。そうです、はいはい、手配してオーディションを組んでっていう、はいはいはい、うん、そこからスタイリングに行くっていうのはこうステップ的には どういう感じなんですか？そこからですね、高校生の時に、はい、マドマゼルノンノンっていうブランドがあるんですけど、はい、これ荒牧太郎さんっていう今、うん、お隣になられてしまったんですが、はい、そのブランドがセントラルアパートの中にあって、うん、すごく人気だったんですね。私はファッション大好きなので行くじゃないですか、うん、で行って、でその夏休みに、うん、荒牧太郎さんが神宮っていう神宮前で拾ったワンちゃんを飼っていて、うん、で私も今でも愛犬がいるんですけど、ワンちゃんで、はい、うん、そのワンちゃんと仲良くなったことから、うん、太郎さんに夏に1ヶ月フーチさんっていう奥さん、スタイリストの奥さんがパリにいらして、はいはい、太郎さんはそのフーチさんのところに1ヶ月行くから、うん、うちでその神宮の面倒を見るアルバイトをしないかって言って、うん、で原宿のもうセントラルアパートの中にある
ブランドだったので、もう学生としてはすごい楽しいじゃないですか、はい、太郎さんのところ の、うん、アパートで神宮の面倒を見ながら、うん、原宿で1ヶ月、まあ、夏休み期間中過ごしたんですね。そしたらその頃業界人のたまり場のレオンっていう喫茶店があるんですが、うん、はいはい、もう本当に有名な方ばっかり、カメラマンの方とかが来る、うん、あと、うん、ビライターとかね、はい、でそこのたまり場のところで私が高校生だけど神宮を連れてレオンでお茶を飲むと、うん、みんなが、あ、太郎さんのところの神宮だよねって、うん、でそんな風に声をかけて くださって、うん、どんなことしてるのって言って、いや、スタイリストになりたいのっていう話を聞いて、うん、そしたらもうそこで知り合ったあのアパレルの方とか、うん、そういう方からいっぱいお声をいただくようになって、はあはあ、これもまたもうお亡くなりになられてるんですけど、はい、バツっていうブランドがあって、はい、あのアパレルなんですけど、はい、この松本さんっていう社長さんが、はい、あのうちに入らないって、はい、あの PR とか広報とかもあるから入らないって言ったんですけど、うん、いや、私はスタイリストになりたいんで、うん、メーカーに入るつもりはないですって言ったら、のファッション顧問やってるビルのスタイリストにするっていう風に言ってくださって、うんうん、それは水戸のサントピアっていう小さなファッションビルだったんですけど、はい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 、このお仕事をさせていただいたら、それが、まあ、ものすごく結果が良かったの で、うん、でそこからラフォーレ原宿のポスターとかをさせていただくようになって、はいはい、一気に飛びましたね水戸から原宿へ。そうなんですよ、うん、でそこからもう丸井とかパルコとか、はい、商業施設のコマーシャルの撮影を一気にやらせていただくようになりました。なのでアシスタント経験とかないんですか？はいはい、もうだから結構早い段階であれですね、こうもう自分の生きる道に出会ったっていう形ですよね。就職もアルバイトもしたことないですでも40年続けているっていうと、その中でまあ何でしょうね、いろいろ苦労、ご苦労もあったかと思うんですけども、うん、まあ、周りで40年やってらっしゃる方ってあんまりいらっしゃらないですよね。そうですね、なんか、うん、あの、はい、仲良かった方たちもだんだん1人やめ、うん、2人やめ、はい、あの今回の企画ちょっと40代のファッションってことで、40代ならではのどうやってファッション着こなしていくかみたいな部分とかをいろいろ知りたくて、ちょっとその辺に関して質問させていただきたいなと今思ってて、うん、この企画の部分としては20代30代はこうもうザ・グッチーみたいなブランドをもう前面に出したなんか着方をすると思うんですけど、でも40代はそうじゃなくて、こうなんか小物とかちょっとこうとあんまり目立たないようにブランド品を着て品を出すみたいなファッションなのかなって勝手に自分の中でそう思ってまして、はい、なんかその辺に沢木さんは40代のファッションと20代のファッションの違いってどういうものなのかなみたいなのを聞きたいなと思ってます。これがですね、もう日本の現象なんですね。若い子がブランドものを持っているっていうのは日本くらいのもんなんですよ、うん、だからあのパリとかにお買い物に行くと日本人の若い女の子で溢れていたりするんですけど、うん、例えばパリジェンヌっていうパリの人たちは自分がそのブランドを着こなせる年齢にならないと逆にあの身につけてるのが恥ずかしいって思うんですね。だからその今おっしゃったみたいに20代の子はそのブランドっていう風に着るじゃないですか、うん、でもまあ別にそれが悪いことだなという風には思わないんですけど、うん、ただそのすごい4畳半のアパートに住んでいてで、50万のバッグを持っているっていうバランス考えるとちょっとおかしいかなっていうふうには思いますね、うん、だから私はその小中学校に今行って講演とかしてるんですけど、年齢を年を重ねるっていうことってすごく楽しいことなので、うん、その年齢に応じたものの選び方っていうのがあると思うんですよね、うんうん、だからそういうことがもっと伝わっていけたらこう心が豊かになるんじゃないかななんていうふうに思います、うんうん、その今のなんか年齢に応じた選び方っていうのなんか例えば具体的にこんな選び方があるよとかってあったら教えてほしいなと思うんですけど、例えば被服費って年収の何パーセントぐらいだと思いますか、うん、大体女性は 8% ぐらいって言われてるんですよね、うんうんうん、男女でちょっと違う、あとまあね、その人によっても変わると思うんですけど、うん、
だからそこの範囲でやっぱり、うん、金額的に持てばいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、自分で買うんだったら、はいはい、うん、ただ日本にはもういいプレゼントっていうね、うん、そういういいなんか仕組みもあるじゃないですか、うん、例えば就職祝いに買ってもらったりとか、うん、それはご両親からだったりとかね、おじい様とかおばあ様だったりとか、うん、でそういうものでその自分が身につけてすごくテンションが上がるブランドの持ち方っていうのは私はいいと思うんですよね。ただなんかこうあんまり無理しちゃって、うん、なんかローンを組んで買うとか、うん、そういうのだとちょっと違うかなって思います、うん、買える楽しみ、買えるようになるっていう楽しみもあるので、その買えるようになる楽しみを味わっていっていただけたら嬉しいななんて思います。うん、生き方の話ってことですよね。何を着るのが合ってるのかみたいなのよりも自分の生き方に合わせて選んでいこうっていう、まあ、そういうイメージですかね。そうですね、うん、そういうふうに物を買っていただけたら物も本もじゃないかなと思いますね。うん、それこそあれですよね、企画書にもちょっとね例で挙げてますけど、フランス人は10着しか服を持たないっていう本が、まあ、大ヒットしたわけですけども、ちょっと前になんかそれもフランス人の生き方の本になってて、うんうん、内容的には生き方の提案みたいなのに近いっていうところですかね。物を選ぶって価値観なんですよね、うんうん、でもじゃあ価値観ってどうやって出来上がるかっていうと、はい、今までの生きてきた習慣とか癖が多いじゃないですか、うんうん、だからやっぱり思考もそこには入ってきますよね、はいはいはい、だから、まあ、そういうことからの物選びっていう風にいただけるのが理想ですね、うんうん、スタイリストとしていっぱい失敗してきたから。あ、まあ、そうですねすごいバブルの時代を生きてきて、はい、やっぱりすごい浪費したし、うん、たくさん失敗をしたので、うん、まあ失敗したからね、だから今があるんですけど、うん、心を入れ替えてバブルからサスティナブルに移行したわけなんですけど、うん、だからそういうことが伝えられたら嬉しいななんて思いますね。うん、実際でも、まあ、僕のイメージですけどファッションみたいなものとこう生き方をこうしっかりと合わせてやってる方の数ってそんなに多そうには見えないですよ今日本で。本当に無頓着みたいな形ですね、うん、いる人も結構な割合、まあ、特に男性は多いんじゃないかとは思うんですけども、うん、なんかその辺は感覚値としては僕の今の感覚値って合ってます？そうですね、まあうん、やっぱりどうしても男性の方がファッションに関しては興味が女性よりはないじゃないですか、うんうん、楽しんでるって感覚でもないのでね、はいはいはい、だから男性のお客さんと女性のお客さんの大きな違いは、うん、男性は論理的思考で戦略的なお洋服のコーディネートをすると、うん、すぐに数字に結びつくとか、うん、売り上げがアップする、うん、影響力が上がる、うん、例えば婚活だったら、まあ、婚活が成功するとか、うん、すぐに結果を求めるんですけど、はい、やっぱり女性はもっとストーリーを大切にしていて、うん、そこに自分のマインドがワクワクするとかドキドキするとか、はいはい、なんか好奇心が満たされるとか、はいはいはい、アンチエイジングにつながるとか、うん、そのストーリーを楽しむので、これはやっぱり違いはあります。着る手段と目的みたいなのの部分が男性と女性で違う感じっていうところですかね。違いますね。身につけることそのものがワクワクするから、それ自体がまあ目的になり得るっていうのが女性ということですかね。そうですね、うん、まあ、今男性女性って言って分けちゃうとちょっとジェンダーレスなので、まあまあそうですね男性の女性のみたいな、はいはいはい、女性でもそういう、ね、方もいらっしゃいますしね、うん、男性でもちろん楽しんでらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、はい、うん、まあ、右脳左脳みたいなところですかね。ですね、うんうん、確かに。ただ男性の方がスタイリストを続けていく中では楽ですね、うんうんまあ、一個のルール決めちゃえばみたいな感じですかね。そうですね。あとは、うん、浮気をしないので、あーはーはーはー、うん、それは言いますね。この人に任せちゃったらもう任せっきりが楽だからっていう、はいはいはい、女性はあれこれ楽しい、なんかこう試してみたいじゃないですか。はいはいはい、うん、確かにそれは根本的にありますね。僕も前に前職で手帳とかをねやってた会社だったんで、男性向けの手帳と女性向けの手帳と、まあ、ユニセックスって言われるこう手帳とっていう、こう 3種類あったんですけども、本当に男性向けって言われるものは
もう毎年その手帳しか買わないんですよね。一度変化をね。そう、変化させないのがかっこいいぐらいな感じで、で女性はもうやっぱりこうね、中身は、まあ、使い勝手はもちろんあるから中身は一緒だとしても、やっぱりこう着せ替えをしたいっていうか、色を変えて楽しみたいみたいな、柄変えて楽しみたいみたいなのが結構多いっていうのはすごい感じてたので、なんかでも傾向としては男性もちょっとずつそういう傾向も持ち始めてきてるのかなっていうのはその時に思ったんですけどね。一応ユニセックスって言われるようなこうものが、男女ともに買えるみたいなこう感じのものにした時に、やっぱすごい売れ行きが新商品として出した時に伸びたので、やっぱそういうのってあるんだなと思ってて、男性もやっぱりこう潜在的にはそういう欲求もある方も増えてるのかなというふうに思ったりしますね。私教会を営んでるじゃないですか。で、スタイリストを育ててるんですけど、はい、仙台の30代のスタイリストの子は1年間でオフラインで60人、うん、オンラインを入れたら100、もうその倍ぐらいの人数の婚活男性をやりましたね、うん、年齢も20代から50代まで。結構すごいですね。すごい、すごいですね。あの今東北では一番じゃないですかね。それそこはすごい需要があるなってもうだって今出会いの場はあのアプリがナンバーワンだって言いますもんね。そうですね。だからこの世界観で、うん、そう確かに確かに、そこでのねプロフィール写真みたいなのね、ここだったりするみたいなのありますけど、ね、お話ししたりする時のね、はいはい、だからあのファッションだけじゃなくってお話の内容とか、そういううちあのスタイリストと心理学が組み合わさってるので、でスタイリストカウンセラーって言うんですけど、のヒアリングとかカウンセリングとかお話のしたりとか含めてスタイリングレッスンをしてるんですけど、彼女はすごいもう去年は忙しかったですって、今年の一文字何で表すって言ったら増えるっていう字だって言ってました。そうすごいですね。お客さんの人数も増えたし収入も増えたしって言ってました。はいはいはい、ここにはニーズがあるんだなと思って。確かに。ちなみにあの沢木さんご自身は、はい、こうご自身のファッションみたいなところで考えた時に こだわっていることってどんなことなんですか？私はだからもうやっぱりそこを今どんなもので作れるか、その裏側ですよね。あ、裏側をしっかりと見る。はい、うん、でお客さんにも今そういう提案をしています。裏側のストーリーってどうやったら知れるもんなんですか？それはもうね調べるしかないですね。 あとやっぱりブランドコンセプト、私はこの人のコンセプトすごいなと思ったら直接お話をします。あ、会いに行く。会いに行く、うんうんうん、あと、まあ、ゲストに来ていただいたりとか、はいはあ、インタビューしたりとか、そういうふうにしてブランドを自分でリサーチしてます。その2年前から、うん、あのヨーロッパにも自分で視察に行ったし、私は物を作ってるわけではないので、はい、の物を皆さんに提案するのが仕事じゃないですか、うん、一種編集者ですよね。いやでもね、あの文字は書けないです。やってることは、あ、そうですね、そうやってることの意味は編集者だと思うんですよ。まあ一種コーディネートして提案するみたいなことであれば、僕らもねこういろん本作るのっていろんなその素材をコーディネートして一つのパッケージに形にして本というパッケージの中で作り上げていくっていう形をやるので、うん、考え方はすごい近いよなと思うんですよね、うん、編集者と。インタビューして聞くだけですけどね。いや僕らも同じですよ。インタビューして聞くだけです僕らも。そこと消費者をつないでいくっていうね。そうですよね、うん、だすごい近いです。多分沢木さん編集者できると思います、やろうと思えば。まあ編集者っていう視点で僕考えちゃうと、いろんなこう素材をこう集めてきてこう使える使えないも判断しながらやっていってみたいなところで、まあ結構苦労も多いんじゃないかなって思うんですけども、苦になるかどうかはちょっと別として、実際に大変なことっていうのも多分にあったんじゃないかと思うんですけども。大変なことですか、うんね、夢中でやっちゃうので、はい、あのおっしゃる通り大変だとは全然感じないんですよね。うん、いや分かります、その気持ちは分かります。でも多分客観的に見たら大変だと思われるだろうなみたいなことは あるんじゃないかなと思うんですけども、なんか実際行動に移すと必ず変容
何かあるじゃないですか。だからその2019年にエコ T シャツアート展やった時も、はい、もちろん地元の方の協力ってすごく必要だったんですけど、うん、それ愛媛県の唐子浜海岸っていうところでやったので、うん、地元の方の協力とあと観光庁とかもうその今治市の、うん観光組合とかあと行政、うん、海をね使わせていただいたりしたので、うんうん、でもやったらやっぱりヤフーニュースとかにも取り上げられたし、うん、愛媛テレビ、うん、普段誰も来ない海岸に3000人動員できたんですよね。うーんすごい3000人もすごい。だから本来はそれをオリンピックにぶつけて、うんうん、本当は湘南でやる予定だったんですよオリンピック。はい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 。でそこはもう2万人動員しようって言って藤沢市も巻き込んで、うん、東京都も巻き込んで、うん、やる日にちは決定してたんですけど、はい、それがやっぱりあのコロナでできなかったので、で、まあ細々とその水道橋にサスティナブルファッションスタジオっていうスタジオを建てて、でそのサスティナブルなことをやってらっしゃる方をゲストに呼んで、で YouTube で配信したりしてるんです。だから今はこのなんかこうご縁をつなげて輪を作っておいて、うん、いざイベントやるときに皆さんとなんかこうできたらいいななんていうふうに思ってます。だからそれもイベントもまあ一種コーディネートですよね。そうですね。でも自分なんかねこうあじゃあ愛媛県の今治市で一番の有名人は誰だろうって聞いたら、はい、それはあの岡田監督だって元 FC の、はいあのはいはい、日本のねサッカーの日本代表って言われたので、はい、岡田監督が東京で講演会やってる時に、はい、もう談破しに行ったんですよ、うん、直撃こういうことやるんで協力してくださいって言ったら、やっぱりでも環境のことをやると、うん、皆さんあのノーとは言わないんですよね。うんそうですね。いやそうだと思います。やっぱり 大義があるものってノー言うのは相当難しいですよ。ボランティアに来てくれましたよ。素晴らしい。だからなんか好きなことやってると周りのこのなんか巻き込み力も自然に確かに確かに楽しそうにやってるからね。そうなんですよ。そうそう、なんかなんとなく楽しそうだなっていう感じになるとね人寄ってきますからね。本当ですよ、うん、でも今回の企画をその考えていただいた時に、はい、あそうかブランドからのそっちからのあれもあるなと思って、うん、これはいい発見を教えてくださいました本当に、うん、いや、うん、もうこの企画はあの上田が考えた企画なんで、そうなんですありがとうございます、はい、もしダメだったとしてもあのそっちのブランド方向から攻めてやっていこうかななんて思いつきました、うん、ありがとうございます、うん、あすみませんちょっと急に言わせてみますけど、はいはい、やっぱこうサスティナブルっていうワードって認知はされてるんですけどやっぱ広まりにくいんですよね。まあすごく大義名分あってすごい素晴らしいことなんですけど、なんか市場を捉えた時にやっぱサスティナブルっていう言葉を直接使って何かを作ろうとしても響くんだけど購入とか購買とか動くっていうところにやっぱなかなか至りにくいっていうのがあったので、まあ、今回なんていうの市場が響くっていうところってなるとやっぱこう日常自分が使ってるものっていうのがやっぱ一番自分が響くと思うので、まあ、そうなるとやっぱりこうハイブランドってこう絶対誰しもが持ちたいとか持ってるとか意識をいくところっていうのがあったので今回こっちの方に振り切らせてもらったっていうのが実は意図としてあったりするんですけど、すごくいいアイデアいただいて嬉しいです。ありがとうございます。でも背景としてはね、こうハイブランドの中にサスティナブルが込められているみたいなね、こう部分があるから、うん、ハイブランドを推していくこと自体は、そのまんまサスティナブルにつながっちゃうみたいなところだから、すごい綺麗ですよね。だからまあ、かなり、まあ、時代が追いついてくれば、もちろんサスティナブル推しでいける時代が来るかとも思うんですけども、まあ、一応まだ過渡期の最中かなっていう感じはちょっとあって、うん、側はまだ変えていかないと中身はサスティナブルを推すにしてもっていう、まあ、そんな感じはまだ今の時代はそういう状況かなっていうふうにはちょっと思ってはいて、実はサスティナブルだったっていうね。そうでもサスティナブルってあの持続可能っていう意味なので、やっぱりそのね循環だった社会を作って いかないといけないと思うので、持続可能なね飲み選び方、ね、持続可能な、はい、持続可能なビジネス、うん、今ねそのクラブハウスではそのサスティナモーニングっていう私たちのルームは、はい、持続可能な体ボディ作りとか、うんうん、
そういうことも提案してます。いつまでたってもこう健康で、はい、楽しくっていうね、確かにサスティナブルを学ぼうとしたら、その日本の江戸から明治にかけて生まれた思想みたいなのがかなり大事なんじゃないかと。で、ちょうどまあ渋沢栄一とか大河でやってたタイムリーさももちろんあるんですけども、一応なんかそういうのがあるんですけど、で日本企業は100年続いてる企業は世界中で見たら、ね、日本企業がほとんどみたいな感じになるっていうところがあるの で、ただブランドっていうところになるとヨーロッパの方が圧倒的に強いなっていうふうにもちょっと思っているんですけども、日本ではそういうハイブランドどうなんでしょう、沢木さんの目から見て。いや、ありますよ、三木松のパールとか、あれも素晴らしい日本ブランドですしね、どんなにパールがパーンって弾けてもまた持っていけば元の通りに作り直してくれるし、代々受け継がれるじゃないですか、パールのアクセサリーとかって、あと近沢レースのハンカチとか、もうすごくいいブランドが日本にもまだたくさんあります。だからエルメスで修行をしてきた人が、言うと日本の昔からある老舗ブランドに入ってニットを作ったりとか、そういう職人さんもいっぱいいますしね。そういうのは結構もう沢木さんの中でもだいぶ見つけられていらっしゃるってことですよね。そうですね、だからうちが取引しているオーロラさんなんていう会社も、渋沢栄一さんのハットをかぶってるじゃないですか、あれはボルサリーノなんですけど、イタリアのボルサリーノはもう潰れてしまったんですね。だけどそれを日本のオーロラっていう会社が受け継いで、日本がボルサリーノ売ってるんですよ、オーロラ。あ、そうなんだ、それは知らなかった。あれですよね、多分百貨店とかがあれなんでしょうね、ずっと海外ブランドバン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 全面押ししてるから、あんまりこう日本のブランドが百貨店の1階の ブランドショップみたいな感じにならないじゃないですか、あんまり。だからそこが結構イメージを作り出しちゃってるのかなっていう気はしないでもないんですけども、今だから日本の若いブランドをこれから頑張ろうっていう人たちもすごくいい人たちがいるので、さっきお話ししたその日本環境設計なんていう会社は、1枚の服から1枚が作れるっていう、1枚の洋服からだいたい今までは半分ぐらいのものしかできなかったんですね。しかもそれが永遠にリサイクルできるっていう、すごい開発をしてるんですね。だからエンドレスなんですよ、リサイクル、でそういう会社もありますし、日本もね本当に素晴らしい会社はたくさんあります。でそういうところが今お洋服を作ったりしているのね。だからそういう部分もハイブランドって呼んでも問題はないっていう部分ですかね。そうですね、だからこれからのハイブランドとかね、未来があるっていうところをもう含めたらいいかななんて思いますね。でどこで物を買っていいかわからない、どうやって物を選んでいいかわからないっていう人たちが手にして、あ、こういうところで買えばいいんだ、こういうコーディネートを作ればいいんだっていうのが分かってくれたら嬉しいなと思って、今その小中学校で講演してるんですけど、服のトレーニング、ある埼玉の中学校で講演会したら、埼玉の家庭科の先生がみんなで見ていただいて、今まで家庭科にはなかったようなことなのですごく嬉しいですって言ってビデオがこう回ってるんですよね。そういうことが、まあ、今後私還暦、今年還暦だったので、これからの人生はそこになんか自分のエネルギーを使っていきたいななんて思うと、もう お返しですよ世の中に、40年もね、41年もスタイリストとしてなりがいを、ね、立てさせていただいたお返しにしていきたいななんて思ってます。いや素晴らしいです本当に。話変わりますけど、着る風水ってコメントいただいてるじゃないですか、着る風水で運気を上げる。僕らも企画書の中でこれどんなもんなのか分かんないから、企画書上は一応入れてはいるんだけど、インタビューで詳しく伺いますぐらいな感じでちょっと濁してるんですけども、着る風水っていうのはどんな感じのものなんですかね。ですね、もうこれ本当にファッションの取っかかりとして、ファッション苦手な人に、まあ、フロントで作ったんですけど、あとうちの先生さんたちのためのフロントとして作ったんですけど、風水ってもう中国何千年の歴史で、お誕生日を聞いて生、年月日で割り出すんですよね。そうですね、中国陰陽五行っていうのがあって、これが5つの五行で世の中が循環している、木、土、火、水、金ですね。木火土金水ですね。そうです、はい、
はい、でそこに陰と陽が加わるので、うんうん、これは数字なので60字で割り出すんですけど、はい、でこれだと例えば、火の陰とか陽、月の陰とか陽に分けると 10項目ができるんです、はい、でその10項目でこれをファッションに置き換えたんですね。うん、あの今まではインテリアじゃないですか、はい、と風水って環境なのでインテリアの環境を変えて金運アップとかするけど、あ、そうだそうだ、心を包み込んでいるのが体で、うん、この体を包んでいるのがお洋服なので、うん、心に一番近い環境って洋服なんじゃないかなって思ったんですよ。だからこの10項目をファッションに全部置き換えて、うん、で方向とか風水ってあるじゃないですか、うん、でその方向で色が決まったり5つのカラーがあるんですよね。でその5つのカラーもあるし、うん、方向もあるし、うん、で方向があるってことはファッション分類の中に置き換えることができるので、陰陽五行ってプラスマイナスで組み合わせるじゃないですか、うんうん、例えばその外側の枠は相乗関係って言っていい関係性が成り立つ、うん、例えば、木は燃えて火になる、はい、とかこういう外側の関係は相乗関係でよくって、はい、内側の関係性は相克関係って言って、うん、例えば水は火を消してしまうとかそういう関係性があるので、この関係性を洋服とかその小物で足りないエレメントって言って、足りないものを補って、うん、いらないところをマイナスにしてプラスマイナスを調整して運気を上げるっていうプログラム、うん、ああ、それだけでもすごいコンテンツになりそうな。実際反響どうなんですか、その風水。実際ですね、これクラブハウスだけでファッション風水講座やりますって言ったら、うん、30人ぐらいあっという間に集まりましたね。それはちゃんとお金をいただく講座なんですけど、はいはいはい、そこであのインストラクターをすごい安くしたんですけど、うん、インストラクターを取るとこのファッション風水ができますよっていうのをやったら、うん、20人ぐらいパッと集まりましたね。へー、からまだ全然宣伝はしてないんですけどそうなんです。なぜ思いついたかというと、クラブハウスで占い部屋が流行っていたからいや、占い部屋ってこんなに流行ってるんだと思って、ファッションと占いを組み合わせてみるのも面白いかなと思ったんです。うん、確かに。でもあの風水はもともと私のコンテンツではないので、はい、それはもうあの受けてくださる方に風水はもともとあるコンテンツですよって、うん、それとファッションを組み合わせただけなんでっていう言い方はちゃんとしてます。はいはい、どっかで学ばれたですよね。勝手に考えましたえ、風水自体はなんか本で、風水は、はい、風水はなんか面白いなと思って前からどっか通われたみたいな。全然通ってない。あ、普通に本読んでみたいな感じですね。うん、すごいな。いえいえ、うん、なんかあのやっぱりゼロから物を生み出すのはすごく難しいじゃないですか。もちろんです、もちろんです。でこの教会を立ち上げた時に、今までは論理的に人に物事は言ってないし、うん、自分が勝手にコーディネートしてきただけなの でこれを最初ね、カラーを学んでる人たちはファッションがすごくダサいから、うん、あのファッション教えてくださいってカラースクールの人に頼まれたんですね。はいはい、論理的にファッションを教えるってどうすればいいんだろうって思って、でそこでまあいろいろ自分が考えて、でファッションって何かと組み合わせるのにすごく適してるんですよ。例えば私はそのカウンセリングとファッションを組み合わせて、ファッションって行動心理学に基づいているので、ファッションを変えるだけで行動が変わって、うん、はい、達成しますよっていうのがうちのコンテンツなんですけど、うん、新人がこうスターになるまでずっとやってきてるので、なりたい自分になっていこうみたいな、うん、なんですね。でそれがあの一冊だけ本が出てる三笠書房 の、うん、史上最高のおしゃれになる、はい、っていう本なんですけど、うん、もううちの私のコンテンツなんですけど、うん、はい、だからそのファッションを軸にして何かと組み合わせるっていうのは結構できるなと思ってます。うん、確かに、うん、その辺で風水も絡んでくるかもしれないですけども、あの色ってあるじゃないですか。そのコーディネートする際の色の組み合わせとかと、そういったものっていうのはある程度の黄金パターンみたいなのがあってやるものなのか、それともこうその人に合わせてこう感性で選んでいくものなのか、なんかそのあたりっていうのはどっちが強いでしょうね。色はですね、カラー診断っていうのがもうすごく ありますね、ブルベイエベって、はい、フォーシーズンカラーとか、
はい、自分の肌に似合う色っていう、うん、これ定着してるんですけど、うん、色の使い方としてはそれだけだと全く面白くないので、色彩学と心理学を組み合わせて提案していたり、そうすると見る側がどんな風な印象を持つかとか、簡単に言えばトランプ大統領は真っ赤なネクタイをいつもしてるじゃないですか、はい、であれでもなんか情熱的だなっていうのが伝わってきますよね、うん、オバマ大統領はブルーとかね、うん、だからそういう色の感情効果を使ってっていう方が私は面白いかなと思ってます。じゃあもう僕らその色の考え方として本っていうのも一つ色を扱ったりする部分があるので、やっぱそこでは補色とかこの組み合わせは一番いいとかそういうのってあったりするもんですか？あります、あります、うん、まあ、例えば青と赤だったら抗体色と浸出色って言って、うん、後ろに見える色なのか前に出る色なのか、うん、前に出たい時は浸出色を使うしっていうやり方とかね、うんうん、全てのものに色があるのでね。そうですね、コマーシャルのスタイリストをやっていたので、まずコマーシャルってターゲットによって色を決めたりするんですよね。例えばエビアンなんていうお水は女性の若い女の子ターゲットなのでピンクを使ってるし、だからその辺の戦略的な色の使い方、カラー診断とかもお客様のご要望があればもちろんやりますし、うちでも教えてますけどね、うん、その選び方っていう意味において生き方というか人生とこうストーリーとそれをマッチングするみたいな、それがまあおそらく一番訴えたいことっていうふうになるとは思うんですけども、まあ、実際それに対してじゃあ、ブランドは選んだ後みたいなところでのその中での選び方みたいな ところっていうふうに考えると、やっぱりこうそういう色とか素材とかみたいなところでのこう パーツで考えていくみたいないう感じになっていくのかどうなんでしょう。実際洋服ってね、3つの要素でできてるんですよ、はい、素材と色とあとはデザインですよね。人間の体も3つなんですよ、色と体型と肌感、肌質ですね、うんうん、これねイコールで組み合わせると簡単に似合うものって見つかるんですよ、うん、この3つをイコールさせるだけ で、うん、で似合うの定義っていうのは馴染むっていうことなので、うん、自分に違和感なく馴染む、だからこれもすごい簡単に見つかるので、うん、似合うっていう定義をまず見つけておいて、うん、あとはどんな風に見せたいかっていうところで考えていく。なのでそんなにね難しい定義ではないんですね。はいはいはい。なんか皆さん感性とかなんかねその経験とかじゃなくて定義に当てはめればいいだけなのではいはいはい、うん、似合うは簡単に見つかるし、その次のステップとして見られたいっていうのはどういう定義で自分を作っていけばいいかっていうところ。はいはい、うん、いやそれちょっと知りたいなやっぱり実際多分ファッションの組み合わせで迷う人ってそのベースの決め方が分かんないっていう、適当に選ぶか誰かの真似するかみたいなこう感じのパターンが増えちゃうのかなって思うので、まあ基本的にはオンリーワンなのでね、うん、マイスタイルを作っていくっていう、今のその等身大の自分じゃなくて少しだけなりたい理想みたいなのあるじゃないですか、はいはい、そこを行動心理学で着るもので先に自己実現しちゃうってことですね。そうするとそこにもう自分がなっていくっていう、まさにね芸能人の人がそうなんですよ。私たちスタイリストがついてもうファンがつくような、うん、そういうものを作っていくじゃないですか、はいはいはい、そうすると本当にみんなファンがついてくるんですよね。すごいですね。それ、まあ、一種乱暴な言い方ですけど中身誰でもみたいな感じですか？でね、不思議なことに中身ここについていくんですよ。ああ、どんどん素敵になっていく。外見から変えていくみたいなのがこう内面に影響していくってことですね。内面より外見を変えちゃった方が早いので。うんうん。内面の変え方って分かんないですもんね。でもそこにね内面が本当に面白いように伴っていくんですね。だから実際どんどん素敵になっていくじゃないですか、芸能人の人って、はい、あれは私たちプロがそういう風に作っていってどんどんそこに内面がどん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 こう相乗効果で良くなるんですね。もう育ての親ですね、そこまでいくとね。いやいや、だからそれが私が一番好きで楽しいことなので、はい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 、シンデレラを作り上げていくのがね。だから今までやっ中で変わらなかったっていう人はほぼいないと思っていいんですかね。そうですね、うん、
ただそれが幸せになったかどうかっていうことがまた違うんですけど。また違う。それはそうですね。はい、確かに。自己効力感と自己肯定感の違いですね。はいはい。うん、まあ、売れるイコール幸せってわけではないですからね。なんですよ。うん、そこが現実界の難しいところです。確かに。でも逆に幸せになるファッションっていうのもあるってことですね。そうですね、幸せになるファッションはやっぱりマインド重視ですね、うん、だからゴール設定が変わるとうちのその、まあ、レッスンは変わるんですよ。例えば何々診断ってあるじゃないですか、はい、カラー診断とか骨格診断あるんですけど、はいはい、あれはなんかもうゴールが一つなの で一生変わらないとかいうふうに言われてるので、はい、そんな変わらないものなんて私はないと思うんですよね。自分のマインドとか気持ちとか常にやっぱり人は成長するので変わっていく、うん、変化するのが楽しいのであって、はい、うん、なのでこう答えが変わるのはもう全然ありなんです。大別した時にゴールの種類みたいなのってある程度の幅に収まるとは思うんですけども、どのぐらいあるもんですか？ 4つとか5つとか。ファッションで置き換えると女性は8種類8種類、うん、はい、男性はもう4種類ですね。はあ、ははあ、は。男性と女性って違いがあるのは なんでですか？それはもうデザインの量です。ああ、うん、そういうことね。どうしてももう女性のデザイン量の方が多いですからね、まあ、今ジェンダーレスで男性でスカート履く人もいるかもしれないけど基本的にはスカート履かないじゃないですか。そうですね、うん、パンツって言ったらパンツのデザインなんてなかなか4種類か5種類ですよね、うん、はい。でも女性はスカート1着にしたってスカート1着でも10種類ぐらいのデザインがあるので、そうするとやっぱりファッションの幅は広いですよね。うん、確かに確かに。でそれによってゴールの種類も変わってくるっていうことなんですね。そうですね。例えば男性の4つっていうのは多分基本形で女性にも含まれてるんだと思うんですけども、ね、女性はモダン、マニッシュ、コンサバ、エレガント、ナチュラル、スポーティー、ガーリー、フェミニンなんですよ。そこはもうちゃんとあるんですよ。それぞれがどういう目的につながっていくんですか？例えばトラッドだったら、うん、信頼性があったりとか、うん、なんかこの人に物頼んでもいいなみたいな、はいはいはい、コンサバだからちょっと頭が固いような、うん、ですよね。でアクティブって言ったらすごくこうアクティブに動く感じイメージがあって、うんうん、でモダンって言ったらトレンドを意識してモダンテイストなものを取り入れてるし、スポーティーだとアクティブよりもうちょっとカジュアル、うん、なイメージだしっていうところですね、うんうんうん、プライベート感がより強いっていう感じですかね。そうですね。で私どうしてそのカウンセラーの資格を取ったかっていうと、自分の仕事をやっていく中で舞台の仕事を頼まれるようになったんですよ。あのラサール石井さんと出会って、で、うん、初めはそのコマーシャル、匠達郎さんとのコマーシャルをやってたんですけど、はいはいはい、そのうち全部頼まれるようになって、うん、石井さんがあの脚本書いて舞台の演出をするようになって、うん、でそうすると舞台全部のスタイリングを頼まれるようになって、そうすると今まではすごいこうかっこよく作ったりとか美しく見えるっていうコーディネートから、うん、舞台にいろんな人が出るじゃないですか。お掃除のおばさんが出たり、はい、ちょっと夜のお仕事の人が出たりとかね、うん、いろんな役柄があるから、うん、最初その監督石井さんだけじゃなくていろんな監督にこうなんか沢木さんのコーディネートってファッションっぽいんだよねって言われて、リアリティがない逆に、はいはいはい、うん、それであのカウンセラーの資格を取りに行ったんですよ。服装心理学みたいなことを学んで、で、あ、いや心理って面白いなと思って、でそうするとその人の選ぶものってその人の思考でできていたり、うん、まあ、習慣でできていたり、その心理的な部分も結構、まあ、好みっていうのもあるんですけどね、うん、女性なんか特にすごいコンサバから抜け出せない女性はうん、すごくお家が厳しかったりして、うん、小さい頃からお母さんにミニスカート履いちゃいけませんって言われたとか、習慣のものを選んでるっていうところが大きかったので、うん、そこと心理学が結びついた時にこれ面白いなと思ったんですね、うん、で、まあ、結局心理カウンセラーの資格を習得して、でそれを舞台の仕事に生かしたらすごくうまくいくようになったんですよ、うん、でそこから意外に心とつながってるんだなっていうことが分かって、うん、さっきね売れてるって言った婚活やってるスタイリストの子は、うん、私がカウンセリングの仕方とか教えたので、うん、男女の一番合う合わないってこう価値観じゃないですか。だからやっぱりすごい価値観が違うと、もう最初はね恋愛だから3ヶ月ぐらいはわーって盛り上がってる時は、うん、なんかギャップ萌えとか、
的だなっていうところが多いんだけど、うん、一緒にいると、うん、いやもうこの価値観が違うからって、まあ、そこを寄り添っていくのがねテーマでもあるんですけど、この価値観がなんか物選びっていうところにつながっていて、なんとなく同じようなものを選ぶ人って、うん、なんかこう同じような価値観だったりするじゃないですか、はい、そこがうまくこう提案できるからなんか売れてくるかなっていう、うんうん、確かに確かに、もうそこに関してはすごくオタクなので何も知らないんですけどいやいや、もうそこがオタクで言ってくれれば、あのそれだけで十分でございますから。なんか今の話を見てですね、今回この歴史を着こなすっていうのがハイブランドの歴史を着こなすっていう形で考えてたんですけど、自分の歴史も着こなす、それすらもう凌駕して着こなしますっていうコンセプトも付け加えれるなってちょっと思ってて、うん、基本自分 の, あの小さい頃とか過去の出来事が今の自分を作ってるっていうのはあると思うんですけど、うん、例えばじゃあ保守的な人がコンサバの服を着てるけど、じゃあその歴史を知ってそのコンサバある意味生かして、より次のまた自分の目指す形を作るみたいなのをハイブランドの歴史とかともたどりながら本当にあった自分の服を探すみたいな、うん、そっちの2つの歴史を着こなすっていうのを自分の歴史とハイブランドの歴史っていうのを両方掛け合わせるとより深みが出るかなっていうのを今ちょっと思ったんですよ、うん、なんでしょうね、本の構成とまあ、作るかどうかはまあ別として、なんか作るのであれば例えばまずじゃあ自分の歴史を知ろうっていうので、そのさっき言ったこの4種類と8種類のタイプがあると思うんですけど、それって多分全部歴史のある程度テンプレみたいなのがみんなある程度作れると思うんですよ。それで例えばコンサバだったら保守的だから、じゃあこういう家庭で育ったみたいなのが多分作れると思うんですけど、こういう歴史があった人はじゃあ今こういうコンサバっていうところに行きやすくなってる、でじゃあそういう人はじゃあその心理学的にじゃあ保守的なのを本当は自分は変えたいと思ってるみたいなのがあったら、じゃあそういうアクティブ系のハイブランドでこう自分が明るくなるためにはどういうのがいいのかっていうのを、じゃあそのアクティブな明るい歴史のあるハイブランドってこういうのがあるんだよみたいなした時に、まあなんかこう種類別で最終的に自分の行きたいとこが分かるみたいな、そういう本の構成みたいなのは一つ面白いかなっていうのは今の話を聞いて思いましたね、はい、よくよく分かってくって、結局はなんか自分を変えられないときは環境を変えようっていうね、うん、その環境がやっぱり心に一番近い洋服っていう環境だっていうことですね、うんうん、っていうなんか二段構えですよね、こう自分の歴史を知り、じゃあそれをどう変えたいのかっていうのをイメージして、じゃあその変えたいっていうところに合う歴史のあるハイブランドってどういうのがあるのって知ることで、じゃあ自分がなりたい姿ってやっぱ興味があるから、そういう歴史を持ってるハイブランドっていうのに興味を持って、そのハイブランド好きになって、じゃあそれを自分の着こなしに入れようよみたいなっていうふうにすると、なんかよりこう自分らしくもっと贅沢に彩るみたいなサブタイトルもついてるんですけど、まあ、いわゆるハイブラ女子の定義みたいなのには結びつけやすいかなっていうのは話を聞いてすごく思いました。そうね、そしたらきっと一生それは大切にするね、うん、うん、そうすると結局それがサスティナブル持続可能っていうところにもつながってくるみたいなのは最終的に言えるのかなと思いますし、いいですね、ちょっと書いとかないと忘れいやでも本当なんでしょうね、こうここまで深められると、なんか正直沢木さんで何冊も作れる気がしてきちゃう自分の歴史とブランドの歴史、うん、うん、これの掛け合わせがオリジナルになるっていう部分ですよね、うんうん、それをハイブラ女子みたいな定義にするのであれば、うん、もうある意味沢木さんこれをもし作ったらハイブラ女子のもう第一人者になるわけですよみたいな、ブランドとブランドの歴史をつなぐ40代だからこそ、そうですね、うん、歴史をこう重ねてきたからこそっていうのはあると思うので、うんうん、もうそこまでの域に行けばね、小娘なんかには負けないっていう形になるでしょうね。っていうかその若い子も、うん、40代になったらこんなに素敵なことになるんだなって思ってもらったりね、うん、そうですね、若い子がこうまだ40代から見ると歴史が短いっていうところに対して、あの頑張れよって言えるようなねマインドになったらいいのかなっていう気がしますよね。若者って39歳まで若者って言うんだって。そうなんですか、うん、知らなかった。もう39歳まで若者です。もう20代で若者は終わりかと思ってました。テレビで言ってました。な、何々さんに聞くっていう番組で言ってました。39歳まで若者ですって。
どんどん年齢が上がってきてるからでしょうね。まあそうですね、あの人生100年時代になって、あの成人も伸ばさなきゃいけないぐらいの成人式じゃ40歳成人式40歳でいやでも結構いろいろ深掘りできてるな。ありがとうございます。いやいや、いただいて、いや面白かったです。ちょっともう懸念としてはやっぱハイブランドみたいなのが落ちてるので、そのハイブランドの歴史みたいなところを沢木さんがどれぐらいなんか自分の言葉で語れるかみたいなちょっとあの一個やっぱこれ作る、もし作るとなった時のちょっと懸念事項というかとは思ったんですけど、まあ今の話聞いててもなんかすごい知識はありそうだなとは思ったので、まあそれはなんかさらにこうちょっと調べてもらったりして自分の言葉で語ってもらうみたいなところはちょっともしかしたら必要になってくるのかなとか思ったりはするんですけど。そうですね、そのハイブランドもなんかあの年々みんなが取り好きなブランドっていうのもこう変わってきてますもんね。まあ、今ね強いのはこのファッション業界売れてないんですよね、ぶっちゃけ、うん、売れてない中で今売れてるのはアウトドアブランドですから。あ、山ブームが、山ブーム、あのスポーツブランドね、はい、まあ、みんなねうちの中ばっかりにいるから外に出たくなるっていう自然の原理なんでしょうけどね、うん、でもまあスポーツブランドがファッション性をこう持ち始めてね、だいぶ経ってるからもうあの定着してますよね、一瞬ね。ますね、うん、コラボとかもしてますしね。そう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 、スニーカーの売り上げがすごいですからね、うん、僕らが子供の頃と比べても全然違いますもんね、スポーツブランドのデザイン性というかファッション性が、うん、違う、全然違うと思って、かっこいいのってナイキぐらいだったかなみたいな感じなんだけど子供の頃って。あとでもやっぱり2022年の春夏なんて結構奇抜なものがいっぱい出てきますよ。あ、やっぱり今までギューッとこう押さえつけられてたから、はいはい、うん、やっぱり解放みたいな、そうそうそう、はいはい、うん、まあコロナがどうなるかわからないですけどね。まあでもそういう奇抜なってなると、まあ、ファッション業界はコロナは収まる前提で動き始めてるっていうことですかね、うん、っていうか希望的観測もあるんでしょうねそうですね、うん、でも素材はやっぱりみんなサスティナブルに移行してます。はいはいはい、そこですよね、うん、今のそのなんでしょう、さっき僕がちょっとお伝えしたその4タイプと8タイプの女性と男性あると思うんですけど、はい、それを分けた区分した時にそれをこう一つ一つばらして枝分かれさせて、そのさっき言ったじゃあ例えばコンサバにはこういう、まあ、例えばなんていうのか、人の歴史みたいなのがあるからこれが選ばれるみたいなのとかをこう一個一個セグメントして分けたりとか、じゃあそれに合うブランドって、うん、ハイブランドってこういうのがあるよねっていうのを挙げて、でそれの歴史みたいなのもちょっとワンポイントで話していくみたいなことっていうのは沢木さん自体はその時間を、まあ、調べたりとかもあると思うんですけど、まあ、そういうのを含めれば可能ではありそうですか。もう実際にお客さんをそのレッスンしてるので、例えばコンサバだったらこのブランド一緒にショッピングアテンド行きましょうとか、うんうん、そういうことはやっているので、うん、うん、あのブランド知識がないとスタイリストはできない仕事なので、うん、お客さんにじゃあこれって言われた時にじゃあそのブランドはどこにあるのかっていう、その洋服はどこのブランドなのかっていう説明はこれはもう基本的な知識なので、うん、もちろんそういうことも私はあの受講生さんにも教えてるし。愚問でした、失礼しました、はい、ブランド知識はねもうやっぱりないとできない仕事ですよね。うん、うん、まああと大体聞けたかなこれ。そうですね、はい、こんな若い方お二人が企画書作ってくれてるんですね。はいそうなんです、あのおっさんは企画には不適なので。いや、はい、素晴らしい、うん、目から鱗のクラブハウスにもどんどん話してほしいですねそうですでも若者クラブハウスやんないんだよね、本当に。そうなんですよ ね、全然。うちも娘29歳の娘がいるんですけどね、はい、鼻にもかけないですねどうなんでしょうね、まあ、心理的にはどうなんでしょう、意外と保守的な気がしますけどね若い子。ああ、新しいことにチャレンジするのは様子見てみたいな感じに。いや、おじちゃんおばちゃんの方が張ってきますよね、なんかね。そう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 、怖いものないしみたいな。そう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 、そんな感じします。なんか Z 世代アルファ世代みたいな最近言われたりするんですけど、そうね、スマホファーストで
っていう人たちは多分すごいアクティブに動いてるんで、多分そういう新しいものみたいなのは多分結構すぐとっつくのかなとか思ったりするんですけど、今の多分20後半前半ちょい25近い人たちとかがやっぱ今坂井さんが言ったみたいにどっちかというと保守的な人みたいなのは多いイメージはやっぱすごいありますね。物欲とかもあんまりないよね。たどり着けないとか言われます、うん、まあ装飾みたいな言われ方もするのもね、こうあるでしょうし、物欲も物欲というか欲自体がそんなにないですね。あ、そうね。今の10代が20代になった時はちょっとまた時代が変わってくるのかなと僕は思ってたりはするんですけど、逆にガツガツしてる人みたいなのも出てくるんじゃないかなと。はいはいはい、何でもつながれるからね、こう、うん、何でも実現可能だと思っているっていう感じにもなりそうですよね。なんかね、だってネットで世界とつながれますもんね。そう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 、それが当たり前っていう時代になって、うん、その時代に生まれてますからね。生まれてるから、そう考えるとすごいな。ね、もうでも長く生きてると面白いこといっぱいありますね。確かに、本当に変わっていきますからね。こんな出会いがあるなんて、もう幸せだわ本当に。あるじゃん、まだ聞いてないの。こんなファッションしてるのを見ると腹が立つみたいなものってありますか？全くないです。全くないです。でもファッションはなんか自由で楽しいなって思います。自由の象徴みたいなもんですかね。そうですよ。だから自己表現ですもん。みんなに楽しんでもらいたい。確かに。確かに。わ、目指すとかオンリーワンですもんね、やっぱり。そうですね。自分のオンリーワンができたら本当にいいと思います。うん、まあ、でも、スティーブン・ジョブズなんて洋服選ぶのがめんどくさいから、あれになったんですよ。そう、オンリーワンであることはオンリーワンですよね。そうです。スティーブン・ジョブズね。ソニー、日本に来て制服を見て、この制服っていう システムがいいなって思ったんですよね。ソニーとかが大好きだったから、はいはい、うん、でなんか物選びってやっぱりすごいエネルギーを使うので、ここにエネルギーは使いたくなかったんでしょうね。ここが、うん、他にやるべきことがね、うん、たくさんあって、これも一つなんですよね。確かに、だから、うん、自分がどういうふうにしたいかっていうところだから、うん、それもありなんです。でおそらくそこにはスティーブ・ジョブズの多分歴史的背景もあるわけですよね。そうです。でもだからといってこだわっていなかったわけではなくって、うん、黒のタートルは一世三宅なんですね。で、一世三宅でこの糸のゲージでこのくらいのアイテムでこんなものを作ってくださいってしっかりオーダーしてるんですよ。だから未だにあれはジョブスデザインとして、はい、タートルはあるんですね。はい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 。でもうジーンズといえばリーバイスっていうね、うん、なんか、うん、だからしっかりやっぱりそこには思考があるんですよ、物選び、うんうん、だから歴史っていうすごいいいキーワードいただきました私も、うん、すごい個人的な気になる質問なんですけど、はい、なんかファッションの流行りみたいなのって業界側が意図的にこれを流行らせようみたいな感じで作ったりしてるものなのか、それともやっぱ出てるもので勝手に有名人が来て作られているものなのかとか、なんかあったりするんですか？これがですね、昔は意図的に作ってたんですよ。コレクションね、やってる時代は、うん、一番最初に決まるのは色なんですね。で、どうして色が決まるか、トレンドカラーが決まるかっていうと、糸を染めなきゃいけないから、うん、で糸を染めてそこから素材を作りますよね。で、だいたいそのキーワードを決めるわけですよ、エレガントフェミニンとかいう風に決めたら、もうそこに向かってみんながデザイナーがデザインをするっていう時代があったんですね、うん、その時代は2年ぐらい前から糸の色を決める前からもうデザイナーたちがこうゆったりといろんなことを考えながらデザインして、で2年後のコレクションにこう作り上げていくっていう、割とそういう時代があったんだけれども、うん、それが、まあ、ファッションはカルチャーだって最初にお話しした通り、うん、どん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 消費者側が実権を握る時代になってきたから、うん、だから今売れてるものを今すぐ作って今すぐ売るっていう SPA モデルっていう業態に変わったわけですよ。でそうするとデザイナーがコレクション発表したらすぐに自分のところで作っちゃって、で大量に作ってすごい安い値段で売るっていう、それがまあファストファッションなんですけど、はい、東京ガールズコレクションなんていうのはランウェイを女の子たちが着ているものをその場で携帯で見て買うっていう時代に
入ったじゃないですか、うん、まさに単サイクルのものづくりなんですよ、うん、だからそういう時代に変わってきてしまった、うん、でそこで物が大量に溢れて今のようなもう在庫が半分残ってるっていう時代になったから、うん、やっぱりこれって何かこう無理をすると次に移行することがすごい大変だから今はサスティナブルで元の時代に戻そうっていうことなんですよね結局は、うん、もっと元の時代っていうとオーダーメイドですよね自分が着たい洋服を一着から受注発注で作って生産して着るっていう時代、うんうん、これがもう究極のサスティナブルなわけですよたくさんあるものの中からものを選ぶんじゃなくって、うん、自分が着たいものをオーダーして作るっていう時代にまた移行していくっていうことですねだから時代がサークル、うんうん、回ってくる、うん、その今のサイクルの周期って何年ぐらいの形で起きたお話ですかね大体ね10年ぐらいのサークルで回ってますはあ、だから2018年だとしたら2008年ぐらいから、ファストファッションが来てるんじゃないかな、はあ、でそれが揺れ戻しになってるってことですねここから、ね、だから私スタイリストになった頃は、うん、もうデザイナーズの時代であのいろんなデザイナーさんが有名なブランドだけじゃなくっていろんなデザイナーが出てきた時代で、うん、それがデザイナーズブランドって言ってビギとかニコルとか、ねうん、メルローズとかなんかそういうデザイナーズから、うん、その前はだってもっとやっぱり、高田健三さんとか一世宮さんとかね、うん、そういう、うん日本でいうとそういうデザインだった時代からっていうこういうサークルで来てますね、はいうん、あの今の質問に答えるとしたら前はそうだったんです、うんうん、あ戦略的にキーワードを決めて、うん、もうこのキーワードでこんなものをっていうみんながデザイナーがそこに集約したんだけどそこから時代が変わってしまったってことですね、うん、だから本当今なんてそのインスタグラマーとかが自分たちがこんな洋服って言ったらそれをみんなが見てあいいなって言って真似する時代じゃないですか、うん、だから完全に消費者側が実権を握ってるってことですね、うん、だそこからまた変わってきますよこれから、はいうん、だから選ぶ力が必要になってくるもっと、うん、だから本当大量に作る意味がもうなくなっちゃってるってことですねそうですね、うん、だって半分は捨てられてるんですよいやそういうことってないじゃないですか普通通常考えたってね常識、はいうんうん、でもそれでやってきちゃってきちゃったわけですそれでもどうしてじゃあそういうことをするかっていうと大量に作った方がコストが安いから1枚を作るよりそこ100枚作った方がコストダウン半分捨ててもですよ、うん、でもそれってね、常識的に考えてどうなのっていうことですよねそっか半分捨てても安いんですねそういう仕組みを作ってきちゃったってことですよねあ出版流通と一緒ですねその仕組みをこれから変えていかなきゃ半分返品になる仕組みになってますからね今出版も出版こそサスティナブルですそうそうそうまあ一応あの再利用してるけど、うん、廃棄にはしてないけどいやでも本当に面白いですねやっぱりいろいろつながってくるんだな佐々木さん一つの道やっぱ極めてらっしゃるだからこうやっぱりいろいろつながってくるんですよその僕らがいろんな著者から聞いてる話とこう、うん、もう別の角度から全く来てるけど、うん、最終的に向かうところは近いなっていうふうにやっぱ思えるし、うんうん、やっぱりあの変態認定は間違いなくですでもまあ、たまたま入ったクラブハウスで、うん、こんなことやってる応募しようそのフットワークの軽さもね最高ですあの深く入れば入るほどやっぱ深淵に行くので深淵同士でつながるみたいなそう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 結局あの深淵の覗けるところまで行った人が見る景色はほぼ一緒っていう、うん、いや私もいただいたのでうん、うんこのキーワードでなんかすごいこのキーワードで YouTube とかやったら面白そういやどうぞやってくださいやってくださいこれは我々からのある意味プレゼントでもあるのでありがとうございます
僕ら的にはね、YouTube が先に始まって盛り上がって、そこでこう本が出たらもうベストなタイミングっていう感じになりますから。本当にありがたい、ありがたい。いいえ。楽しみにお待ちしてます。はい、はい、楽しい会をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。動画ご視聴ありがとうございました。10万部プロジェクトを応援してもいいという方、出版業界の関係者の方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。